数年前の修羅場。ちょっとフェイク言う。数年前の12月、首都圏で一人暮らししていた妹が、探す必要はないですと書き残して行方不明になった。3年付き合った彼氏と妹は婚約したばかり。この状況でいなくなるなんてありえない。しかし、職場からきっちり休暇もらってたり、貴重品や来服やらがなかったりと、明らかに自分の意思で行方くらました感じで、婚約者の親は妹が浮気して逃げたんじゃないかって弁護士立てて、婚約破棄と慰謝料請求の準備を始めた。これが第一の修羅場。妹が行方をくらましてから10日、俺一家や妹婚約者一家が妹の行方不明に気づいてから5日くらい経った頃、妹の弁護士だという男が俺の家に来た。俺は妹の家から2駅くらいのところに一人暮らし、実家は飛行機の距離。弁護士曰く、妹の婚約者が妹の持ち物、本100余冊、USB、パソコン、陶器の食器、アクセサリー類とレース細工を全て勝手に売却&処分。妹の婚約者が妹に、嫁は遊んじゃダメ。俺のものは俺のものだけど、嫁のものは俺のものだから、売った金は俺のもの。的なことを言っていたことが判明。妹は物が捨てられたと分かった時点で録音し始めてた。妹は、婚約者に婚約破棄と慰謝料請求するから、それだけ知っといてほしい、ということを弁護士経由で伝えてきた。俺は、妹が浮気したんだろうって思ってたから申し訳なくて仕方なかった。ちなみに妹はぼんやりしたまま家出して、気づいたら携帯水洗いしていたそうだ。なんか悲しくなってきたからと勢いだけで出国。ずっと行きたがっていた海外にいるらしい。そりゃ連絡もつかない。そんな第二の修羅場。その後帰国した妹は弁護士と一緒に婚約破棄と慰謝料請求をした。妹婚約者は号泣。婚約者両親は平謝りして、捨てたり売ったりしたものは全部探し出して返すから婚約破棄だけはやめてくれと懇願。しかし妹の自作アクセサリーやレース細工、趣味で書いていた絵や小説のデータは取り返せない。妹は慰謝料分取って無事婚約破棄した。そんな妹が新たな婚約者を連れてきたので記念書き子。まとまってなくて、すまん。今度こそ幸せになれ。